いいとも声優界の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。セミナー動画をアップします。それでおそらくこの3回目になると思うんですけれども、負の計算の仕方についての、動画なんですが、この、今見てる点数表の話ではなくて、そもそもの負の数え方をもう一回おさらいしたいよっていう話がありましたので、こっちですね、負の数え方の話をこれしたいと思います。おそらく3回目です。1回目、2回目、3回目、やっぱり1回目の出来が悪かったのと、2回目もちょっと分かりづらいっていう、そういうお声もありましたので、もう少しね、分かりやすく解説できるように今日頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。まずこの負の数え方ですね。負の数え方なんですけれども、もう大原則のスタートの基本なんですが、20分からスタートします。20分で数えます。どんな上がり方をしても20分はもらえるよということなんです。ただ、そこからいろいろと分かれてきます。どんな上がり方をしても20分はもらえるんだけれども、さらに足し算されていく、いかないのかなという話になります。で、まずこの話をする前に、そもそもこの負の出し方をする前に決まっているものがあります。特殊な形というものがありますので、これを先に説明します。ピンフという役がございます。ピンフという役のロン上がり、つまり他力で上がった場合は、もう30分と決まってます。30分と決まってます。なので、F を数える必要はない、楽です。ピンフのロンは30分だなぁと。もう丸暗記です。そして、ピンフのツモも特殊形なので、これも数えません。もう20分の表を見ます。20分計算の表を見ればいいんだな。ピンフのツモだから20分計算の表を見ようというふうにします。あとは役がいくつあるのか数えていきます。チートイツも同じですね。チートイツも。これも負の形が決まっているので、計算しません。25負で計算します。なので、25負の計算表を見て、あとどのぐらい役あるのかな、チートツ以外にどれだけ役あるのかなっていうことで指を折っていくだけでいいです。もう負が形、決まってる形というものがあるので、この3つを除いて考えます。3つを除いて、負を数えるときって、役が3つのとき、役が3つ、4つ、5つと万が届かないときに、必ず負の数えなければならないという面倒な作業が生じてきますので、大原則としてそこから考えていきます。まず先ほど話した20分。で、上がったとき、面前で、要はポンチしていない場合ですね。ポンチしていない場合で、面前でローンをした場合ですよ。あくまでローンをした場合、20たす10で30分になります。20たす10で30分。ポンチしてました、ポンチしてローンしましたっていう場合は足されませんので、20のままです。例えばツモですね。ツモはポンチしようが面前であろうがツモで上がったというと、20たす2で22になります。このように3通りに分岐しますよ。3通りに分岐してから、さらに、この組み合わせの範囲だとか、ちゃんと頭がどういう状態かということを考えます。それで、ちゃんと役牌っていうのはもう決まってますよね。場数か地数か三元牌です。この場数か地数か三元牌で、ポンをしていい判つくとき、一役つくときの状態のものが、ポンをした形になればそうなんだけれども、ポンをしてない状態で頭が2枚あるよ。例えば、場数、トンバのトンかナンバのナン、地風、自分の風がトンなのか、ナンなのか、シャなのか、ペイなのか、自分の風が2枚しかなかった。もしくは、白髪中の三元牌が2枚しかなかったっていう時でも、これ頭の時は2負つきます。2負つきます。その他で考えていきます。その他で考えるのが、まず、牌の組み合わせです。2から8の牌、要は単八尾で上がれる牌がどういう状態かということで、
ポンをしている場合は2分。まあ、ポンでもロンでもいいです。ミンコというのはさらしている場合ですね。さらしている場合は2分。あんこ。あんこの場合はさらしてないで手元にある状態ですね。砕く、刻むと書きます。あんこの場合は4分。民間これさらしてるときですね。相手からもらって、民間にしたり、あとは果敢もそうですけど、さらしてるこれ民間ですね。民間は8分。で、あんかんはですね、自分の手元で作る缶なので、こうやって両端をこうやって裏返しますよね。これは16分。2,4,8,16 だっていうことをまず考えてください。で、ここから変化形なんですけども、1球杯自杯の場合はどうなるのと考えます。そうすると何のことはないです。倍になるだけです。2分が4分に、4分が8分に、8分が16分に、16分が32分。つまり、2から8の杯の単位の杯の場合は、2、4、8、16で数えるんだけれども、1球自杯の時は、4、8、16、32の倍になるよというふうに考えるんです。なので、考え方はそういうふうに考えればいいんですけども、それが民庫なのか、あんこなのか、民間なのか、安間なのかによって、こういうふうに分かれていきます。これを足します。足して、最後、町の形です。町の形が、両面なのか、シャンポンなのか。もう、両面シャンポンっていうのは、とても、上がりやすい町ですね。比較的に両面なんか。これはもう、ゼロです。ゼロです。そして、町の悪いものがありますよね。カンチャン、ペンチャン、短期町。カンチャンの場合は、間のパイです。ペンチャンの場合は、3か7で上がる。しか上がれないものです。短期の場合は1個でしか上がれないものです。こういう待ちの悪い方では2分つきます。これを全部足し算して、1の位を切り上げると分が出てきます。例えば、ジャスト30分の場合30分。32分となった場合は、不跳ね、テンパネで40分で数えます。例えば、50分、ジャストの場合50分。52分だった場合は、不跳ね、テンパネで60分で計算します。これが、負の数え方です。ちなみに、私は、テンパネ、負ハネとか、負の数え方とか、負を数えるのはあまり好きではないので、できるだけ、満貫で上がるようにしています。満貫で上がれば、負を数える必要はないので。要は、つまり、指で折って4つ、切り上げ満貫か、5つ、6つと、まあ、満貫、ハネ、満とか、そういうような状態にして、できるだけ高得点で上がれば、こういう面倒な計算がいらないので、できるだけ自分は満貫で上がるように心がけてはいますけども、人それぞれの上がり方というのはありますけども、今日は基本的な負の数え方、今回3回目ですけども、サイアップ、もう少し分かりやすくしたバージョンで上げたいと思いましたので、上げ直してみました。ということで、いいとも声優会の皆さん、またこれを参考にしてですね、教室で役立てていただければと思います。以上です。最後まで動画を見ていただきましてありがとうございました。